菅前総理による会員候補の任命拒否があった日本学術会議に対して、政府は次の会員を選ぶ際は新たなルールで行うことを求めました。学術会議の総会で政府は来年10月に任期を迎える会員の改選について、第三者による推薦など新たな手続きで行うことなどを求め、そのために会員の任期を延長することも提案しました。これに対し会員側は、任期延長をすれば外からはご都合主義に見えるなどと異論が噴出しました。会員の選考について政府は、総理大臣による任命が適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じる方針ですが、会議側からは菅前総理による任命拒否を念頭に独立性が脅かされる、誰が適正と判断するのかなどの声が上がりました。